オープン初日です。開店30分前ですが、店の前には長蛇の列ができています。県内初出店、郡山市栄町に先週オープンした焼肉ライク。なかなか一人だと普通の焼肉屋っていうか行けないんで、やっぱり一人で食べれるのがちょっと魅力的だなと思って。一人で焼肉食べれると思って勇気できました。量の割にすごく安すぎて反対に心配になるぐらいですねそう、席の一つ一つにロースターが設置され、自分のペースで自分の好きな焼き加減で、まさにアズユーライクな焼肉が楽しめるこの店。焼肉のファーストフードを歌っておりまして、お客様はですね、滞在時間が25分ぐらいでさっとですね、焼肉を気軽に楽しめる、お一人様で気軽にいらしていただいたりだとか、ファミリーでもさっとこう食べたいような時、リーズナブルに食べたいような時に。オープン初日のこの日、一番人気、通常1320円のこちらのセットがなんと破格の290円に。肉だけに290円、290食限定で提供されました。気になる味は？ということで私もいただきました。食欲誘ういい香り。とろける、ジューシーで柔らかい。噛めば噛むほど肉のうまみがじわーっと口いっぱいに広がっていきます。ご飯が進みますね。全国展開しているチェーンではですね、なかなか珍しいんですけども、メインのお肉はチルド肉を使っておりまして、本当に一度も冷凍していない、お肉を提供しております。セットメニューは全部で15種類、どれも1000円前後。一番安いセットはなんと580円です。11時までの限定メニュー、朝焼肉セットはさらにお得な550円。滞在時間は短いがゆえにですね、こう回転がですね、非常に早く多くなっておりまして、そうすることによってより新鮮なものが提供できると。回転率の高さが安さと美味しさの両立を可能にしています。こちらのロースターの中で匂いを吸い取ってくれるので、服などに匂いがつかないっていうのは女性にとっては嬉しいポイントです。無煙ロースターは煙だけでなく店内の空気も吸い込むので換気も万全。タッチパネルでの注文やセルフレジでの会計など、スタッフとの接触も極力抑え、感染症対策上も安心できるんです。本当に日常食として気軽に使っていただけるようなお店になればいいなというふうに思っておりますし、本当に2ヶ月に1回のこう焼肉が2週間に1回楽しんでもらえるような、そんな愛されるお店になってほしいなと願っております。